はい、森友事件に対してですね、石破茂さんにですね、まあ、会いに行ったということで前回お伝えしたんですけども、2ページ目を今私は読んでいます。本当にね、一文字一文字しっかりと受け止めていきたいなという形なんですけども、今ね、安倍総理に立てつけるのっていうのはこの石破さんしかいないんじゃないかなと思うんですよ。もともとは自民党っていうのも、自民党の中に4つとか5つとか派閥があって、それぞれ拮抗して牽制し合って、まあ自民党が分裂しないまでもですね、自民党内で、いわゆる覇権争い、戦いがあったんで、それぞれに誠実であったりとかね、弱みを見せないようにとか言ってのがあったんですけども、今はもう完全に安倍一強でですね、安倍総理に反旗を翻すものは、まあ、全てね潰されるみたいな感じですよね。広島のあれですよね、あの河合安里さんの時もそうだったんじゃないかと思うんですけども、なんかね、一人ちょっとお名前忘れたんですけども、熟練の自民党の方が潰されちゃったのかな、選挙費用1500万円対1億5000万円みたいなね、あからさまな差をつけられちゃって、精神的にもあれは参っちゃいますよね。ちょっとね、記事に戻りますけども、見出しにあるんですけどもね、権力は弱い人のために使うものっていうのが石破さんの言葉なんですよ。でもちろんね、石破さんも結局は同じだろって言ってる人がいるのも分かります。で、私はそこまで詳しくないんで、こういったなんですかね、まあ、ジャーナリストの方の考えを一つね、あ、そういう考え方もあるなってことで、今の時点で石破さんにちょっとこれ、ね、応援のエールを送りたいなって気持ちがあります。もちろんもっともっと深く知ることと広く知ることによって考え変わるかもしれませんけども、私はね、この記事を読む限り、いや、石破さんに政権を取ってもらっていたらこんなことにはなってなかったかもな、というふうな思いがするんですよ。もちろんもっと見識深い方は別の見方があると思いますんでね、そういうのはいつものようにコメントの方をいただければ私も勉強になりますので、真摯に、拝見したいと思います。まあ、それからですね、私の、まあ、語彙力とか表現力がちょっとね、稚拙だよとかね、しょうもないよって言われる方もいます。もちろんその通りでございます。私もね、人類最強の言論を持ってるわけではありません。誰かから比べると表現力弱いかもしれませんし、誰かから比べるとね、逆に表現力ちょっとあるから再生数とかチャンネル登録に至ってるってところもありますんで、ちょっとそこはね、私の未熟なところはご容赦いただいて、どうしても気に入らなければ、もっと素晴らしい方いっぱいいますんで、そちらの方を見ていただければと思うんですけども、私の声がね、届く方に届けていこうかと思います。それでですね、ちょっと言い訳がましいこと言っちゃいましたけども、この討論の時に、テレビ討論の時ね、前回お話した石破さんは本当に怒ってるように見えたということだったんですけども、私もね、あ、石破さん怒ってるなと、安倍さんに食ってかかるような勢いだなと思ったんですよ。今ね、安倍総理に物が言えるのは石破さんしかいないなとも思いました。で、改めて聞いてみると、それは普通なら怒るでしょうと、権力は弱い人のために使うものだ、それが政治じゃうっていう当たり前のことを言ってるんですけども、なんかね、すごく際立ってきますよね。もともとね、税金っていう仕組みも考えてみると、たくさん稼いでる人からあんまり稼げない人に対して再分配をしてるわけなんですよね。ですんで、政治の役割っていうのは、集まった富とか権力を再分配して、まあ、平らにしていく、その職務に粛々と従事しているのが政治家であり行政であるはずなのに、なぜかね、強い人をさらに強くして弱い人を徹底的に叩きのめすとかね、そんな形になってしまいましたね、いつの間にか。まあ、ある時期ね、日本を訪れたある方が、日本ってのは共産主義が最も理想的に実現した国だよねって評価を下したところもあるんですけども、民主主義と政治が本当にうまく機能したら理想的な共産主義ができてるんですよ。で、共産主義っていうのは、まあ、変なね、独裁主義とかじゃないですよ。要するに、みんなが平等で、みんなが楽しく、みんながね、お互いの権利を認め合える世の中ってことだと思うんですよ。で、結果、1億人が、ほとんどの方が中間層みたいな形っていうのができちゃうんですよね。まあ、ですんでね、ある特定の方が莫大な利益を上げて、大多数の人が泣いているみたいなね、その資本主義っていうのの行き着く先っていうのは、二極化にしかならないんですよね。まあ、ですんで、日本っていうのは自由経済の国ではあるんですけども、そこにはね、ある一定の建前ってのがあったり、この政治ってのがそれをね、極端にならないようにコントロールしてきたはずなんですよね。まあ、夢のない話になるかもしれませんけども、20代で億万長者ってのはやっぱりね、いびつなんですよ。もちろん私もなりたいですし、それを止める術はないんですけども、20代で億万長者がいる反面、
老後破産しているみたいなね、それが同時に起きているっていうのは、やっぱりね、ちょっとやりすぎなのかなと思うんですよ。そうならないように、過熱しすぎないように税制があったり制度改正があったりするべきなのに、強い人をさらに強くしてね、弱い人はもういなくなってもいいですよみたいな形になっちゃってるのが今なのかなと思うんですよ。そういう意味で権力は強い人のために使うものっていうのが私の心にも響くわけなんですけどね、皆さんにはどういうふうにお感じになられるでしょうか。それでずっと進めていくと、この記事ってのは本当にね、私はね、いやー、こういうのをもっと早く読みたかったなってことなんですよね、で、これ石破さんの生い立ちが書いてますよね。で、改めてここに書いてますけども、権力は弱い人のために使うものだってことですよね。あと、もう詳しいことはもう記事読んでください。私がね、変な解釈をつけるものではないと思いますから。で、この写真が最後にあるとね、石破さんの印象がさらに良くなるんですよね。こうやって握手を求めて近寄っている女性の方もいますよね。で、三つ目なんですけども、最後は、下郎が尻尾を切られるって書いてますよね。下郎って何ですかね。3ページ目読んでみます。最後は下郎が尻尾を切られる。私の安倍のルーツを探るべく、祖父の岸信介と大叔父の佐藤栄作兄弟の故郷、山口県田伏っていうんですか、田伏を訪ね、実家跡や出身小学校の跡などを歩き回ったことがある。現在ではこの最小兄弟の子供時代を思わせるものは自然の経過を除いてほとんど存在しないということですよね。まあ、まだまだ続きがあるんですけども、ここからログインして読むことになりますので、私もね、これログインしたのを皆さんにお知らせするとさすがにいろんな問題起きてくると思いますので、すいませんけどもね、興味ある方はぜひね、ログインして読んでみてください。まだまだ続きがありますんでね、すいません、今回は以上なんですけども、まとめて言うとですね、安倍さんを止めれる瞬間っていうのは、なんか数々あったのかなと思いますし、石破さんっていうのはね、国民に結構人気なんですよ。やっぱりね、私がすごくね、あ、石破さんいいなと思ったのは、宇宙戦艦ヤマトが日本にあったらなみたいな話をしてくれて、最もね、私たち国民に近いような目線なのかなと思うんですよ。で、もちろん分かんないですよ。やっぱりこの人が総裁になって政権を握るようなことになったら、何を言い出すのか分からないところはありますけども、まあ少なくともね、今の安倍さんがやるよりはまともだと思うんですよ。なんと言いますかね、とにかくね、安倍さんと麻生さんがいる限りは、暗い未来にしかならないと思います。私たち、普通の国民に とっては。で、まあ、上流階級の人にとってみたらね、こういった安倍さんとか麻生さんがいてくれた方が、自分の富をね、独占できるとかね、いう風な感じになっちゃうと思うんですよ。要するに、勝ち組が勝ちで固定されて、勝てない人が負けで固定されるような、そんなね、なんと言いますかね、中世の、貴族制度とかね、奴隷制度がまたこの日本に蘇ってきたんではないかなってことがね、なんか歴史の教科書で読んだんですけど、歴史は繰り返すなと思いますよ。真面目にやった人がね、自殺せざるを得なくなっちゃって、悪事に手を染めて、あとは口を拭って知らんぷりな人がどん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 、お土産をいただけるようなね、何なんですかね、これは本当にね。いや、私はね、ちょっとね、こうやって動画を作るぐらいで、動画で愚痴ってるんですけども、ぜひね、俺にも言わせろって方がいたらコメントをいっぱい書いてください。もう、そういう方と語り合いたいです。もちろん私と違う考えでもいいんですよ。私の考えがね、そんなに優れてるとも思いませんので、多分この動画をここまで見てくださった方の方が、知る深く、本当に大事なことをね、考えてくださる、熟慮ある方だと思いますので、ご指導いただければと思います。本日もありがとうございました。